もこんにちは、シュンジーです。今日はタカラトミーモール限定のトランスフォーマーに、ジュラシックパークのコラボ商品、ジュラシックパーク2パックを見ていきたいと思います。箱の外からこれ中にね、入ってるのが見えるようになってるんだけど、これもう外から見た感じね、映画のワンシーンがね、これ再現されてるんですよ。めっちゃすごい。T-Rex が1台の車、紙でプリントされた車両なんだけど、足でね、踏み潰してますね。で、あともう1台の方は、しっかりとしたね、形になってて、これね、ロボにね、変形するようですね。で、箱上にはですね、ジュラシックパークって書いててね。いやー、かっこいい。はい。で、箱横にもジュラシックパークのロゴがあったりね。いいっすね。めちゃかっこいい。あ、後ろには足跡があるね。はい。で、反対側はこちらとなってます。では取り出しますね。こちらね、お値段がメーカー希望小売価格 16,500 円とかなり高額な商品なんで、ドキドキしますね。この外から見えてた車両、こちらです。踏みつけられてますね。はい。で、映画のワンシーンでもね、こんなシーンあったんですよ。で、車両の方はフォードエクスプローラーで、カラフルなね、車両になってて、電気自動車でパーク内を、こう走行するようになってましたね。はい。で、こんな感じで。いや、結構ね、よくできてる、これ。結構よくできてる。ちゃんとね、この裏側、車両の底の部分とかも、綺麗なね、プリントになってますね。T-Rex とね、車の方取れました。で、このね、箱の内側のプリントが、映画のシーンと同じですよ。これ、雨降ってて、で、この真ん中のところね、柵が、壊れてて、ここから T-Rex がね、逃げ出してくるんですけど、いやー、これはすごいね。もうこの、なんかちょっと透明なやつが邪魔なんで、ここをね、取って、こう、さっきの T-Rex とか飾ったら、ほんとかなりかっこよく、飾れそうですね。これいいね、これ。こちら、ティラノコンレックスに、オートボット JP93 に、マシンブラストが、入ってましたね。はい。で、こちら取扱説明書なんですけど、変形のさせ方がね、書いてますね。いや、結構ややこしそうですね。トランスフォーマー商品ってね、そんなに紹介してないから、いや、ドキドキします。車はですね、こんな感じのロボにね、変形するようになってますね。はい。で、ティラノコンレックスの方がこちらとなってますね。変形前の状態をね、見ていきますね。まずは、車両の方から見ていきます。フォードエクスプローラーですね。この車両に乗って、こうね、パーク内をこうね、回るようになってた、電気自動車ですね。これね、色がね、すごい綺麗な色になってて、で、この車両はですね、全長 12.5 センチとなってて、結構ね、大きいんですよね。そう、形違うんですけど、トミカの三岡バディと大きさを比べるとね、はい、こんな感じ。トミカよりもだいぶサイズはね、大きいですね。車の色がね、綺麗な緑色で、この赤茶色っぽいね、柄が入ってて、で、下の方は黄色カラーと、すごいカラフルな色の車ですよね。ヘッドライトとかね、ウィンカー、この辺のね、塗装なんかも綺麗ですね。で、ここにフォグランプがあります。で、ボンネットにはジュラシックパークってね、書いてて、で、ここもランプがあるのかな。で、またこの柄がね、かっこいいですよね。で、ホイールはね、黄色カラーになってて、なんか可愛らしいね、形になってますよね。で、横、ジュラシックパークって書いてあって、あとちゃんとね、ドアミラーとかもあって、ね、この辺の細かい造形よくできてますよね。で、クォーターのとこね、04番って書いてます。で、後ろ、テールもね、綺麗にプリントされてて、で、この形もいいですね。このテールを守るような、このガードのパイプみたいなのもあってね、うん、すごい頑丈そうな作りになってて、で、リア、ワイパーもありますよ、これ。すごいね。で、反対側のサイドにもジュラシックパークって書いてて、で、ガラスはね、スモークの入った、ガラスになってて、で、このルーフですね。このルーフのところも、このスモークの入った、クリアガラスになってますね。映画の中ではね、本当に透明なやつなんですけど、これはちょっとスモークがね、入ってますね。で、この、上のところに、セットで入ってた武器ブラスターを、セットできるようで、こう差し込んだらいいようですね。はい、差し込むとこんな感じ。すげえ。映画の中ではね、これはなかった。これはなかったね。武器はね、屋根にセットされてませんでした。はい。で、下はね、こんな感じ。ね、マフラーとかはね、見当たりませんね。で、これね、タイヤ回るんで、下に置いて手転がしで遊べるようになってるかな。フロント回ってないね。ああ、いや、どうなんだこれ。どっか違うところが当たってて、回んないのかな。これくるくるね、一応回るようにはなってるんだけど、手転がしでやってみると回りませんね。どっか当たっちゃってるんで、こうね、塗装剥げちゃったら嫌なんでね、ちょっと遊びにくいですね。そう、紙でできてた車両の方には、小さい子供たち、ティムとかがね、乗ってたんですけど、この車両の方には、グラント博士とかがですね、あとマルコムさんとかもね、乗ってた車両になりますよね。そう、ルーフのブラスターはさすがになかったけど、いや、細かいところまでね、本当によくできてる車両になってましたね。次はですね、T-Rex の方を見ていきたいと思います。全長が約31センチとなってて、アニア・ジュラシック・ワールド T-Rex を横に並べるとこんな感じで、アニアよりもかなりサイズ大きくて、幅がすごいですね。横幅がすごい大きいですね。こちら待ってる背中のボタンを押すと怪我しちゃうっていうダメージ T-Rex のフィギュア、これサイズ大きいんですけど、こちらのフィギュアと大きさを比べるとですね、さすがにやっぱりこのダメージ T-Rex よりもサイズは小さいけども、はい、幅はね、同じぐらいなんですよ。かなりがっちりとした横幅になってて、いや、これ面白いですね。なんかサイズはね、ダメージ T-Rex よりも小さいんだけど、すごいなんか迫力ありますね。茶色カラーのね、T-Rex、上の方は焦げ茶色になってて、黒っぽい柄も入ってますね。はい、この中に横にね、柄が入ってますね。はい、で、頭大きいです。かっこいい。で、この目の周り部分が黒色になってて、なんかね、ちょっと眠たそうな目になってる。はい、正面から見るとこんな感じですね。いやー、かっこいい。で、口、歯がずらっと並んでまして、あ、上の上顎のところは黒色になってる。で、ちゃんとね、舌もあるんですよね。はい、で、頭、後ろこんな感じ。首のところね、シワもある。ね、すごい。で、短い前足なんですけど、2本の指があって、爪の部分とかもね、綺麗に塗装されてますね。はい。で、背中はこんな感じで、あ、すごい、お腹のところ、皮がたるんだ造形、この辺とかもよく再現されてて、で、がっちりした後ろ足。太いですね。すごい太い。で、この下の方に行って、あ、後ろ足もね、爪の部分綺麗に、塗装されてますね。はい。で、くるくるっと回して、反対側で、で、後ろの尻尾の部分の上面ですね。ここにも柄がね、入ってますね。では、稼働するところなんですけど、まず、口。はい、こんな感じで開閉するようになってて、動きいいね。で、口の奥の方にも、なんかある。武器っぽいのがこれなんかある。で、あと、あ、首もね、これ動かせる。ここが稼働して、で、あと、ここも付け根の部分も、おー、はい、こんな感じ。で、稼働して、で、あと、この両サイドがね、なんか面白いんですよ。このひらひらみたいになってて、ね、はい、なんかエラみたいな感じになってるね、これね。はい、こんな感じで稼働して、あ、上も稼働するようですね。まあ、ロボにね、変形するんで、まあ、いろんなところこう動くようにはなってそうですね。で、あと、前足ですね、は前後に稼働して、おー、横にも行く。横にも行きますね。なんかいろんな方向に動きますね。で、がっちりした後ろ足も、こう、足の付け根と、あと、膝あたりですね。ここも稼働して、足首はあ、動くようになってますね。で、足裏はこんな感じ。黒っぽいカラーになってますね。下もすごいですよ。もうなんかいろんなところが多分パカッと開いたりするんでしょうね。はい。で、後ろの尻尾もね、もうまたなんかいっぱいあります、これ。多分、パカって開いたりして、くるんとできたりするんだと思いますね。そう、尻尾のね、付け根はそんな動かないけど、この中間は、はい、左右にこうやってね、動かすことができるようになってますね。で、首もね、そうだ、これ回せるようにもなってたんで、もういろんなところを稼働するんで、自分の好きなポーズ、さっき車踏みつけたりしてましたけど、まあ他にもちょっとこう上体を起こして吠えてる時の、シーンなんかね、こうちょっと再現させて、飾ったりすることもできるんで、いろんなポーズにこうセットして飾れますね。こちらオートボット JP93 をロボに変形させます。組み立て多分間違えてないと思うんだけど、ロボに変形完了です。めちゃかっこいいね。カラフルなロボだ。高さがね、約15センチあります。大きいですよね。長い足。膝下あたりはですね、フォードエクスプローラーの、このボディの半分ぐらい、このね、リアドアとクォーターがあって、すっごいがっちりとした足になってますね。テールがここにありますよ。面白い。で、足はですね、こうね、前後に、稼働して、あと、開けれますね、これね。こんな感じで動かせるようになってます。すごい。で、腰のところ、これなんだろう、ちょっとわかんないけど、ね、黒色のパーツ。多分さっき隠れてた部分だと思うんですけど、出てきてますね。で、胸パーツがですね、この車両のフロント周りがね、あって、ボンネットのこのジュラシックパークが、この頭下にあってね、いいですね。で、このバーもこのフロントのね、このガード部分もあるんで、すごいなんか防御力高そうな感じになってますね。フロントタイヤがですね、この間、肩のところから見えてて、これくるくる回るんで、なんか武器とかにもなりそう。腕はね、真っ黒になってて、で、これくるーんとこう回せるようになってて、肘部分もね、稼働するようになってて、で、手の部分はこう丸くなってるんで、さっきのブラスター、こちらの方を、はい、こうやってセットすることができるようになってますね。はい、頭こちらですね。上の方はベージュカラーになってて、で、後ろ、ちょっと羽みたいになってるんだけど、ドアね。これフロントドアがこう両サイド、わさーっとこう広がった形になってますね。はい。で、フロントガラスとかがこう背中にあります。で、この下のところ突起があるんですけど、ここにさっきのブラスター、セットできるようになってますね。はい、こんな感じで差し込んで、こうセットできるようになってますね。まだ変形させてない、恐竜、T-Rex をね、横にこう並べるとこんな感じのサイズ感となってて、高さが同じぐらいになった。すげえ、めちゃかっこいいですね。次はですね、こちらのティラノコンレックスを変形させます。ティラノコンレックスロボに変形完了です。さっきのフォードエクスプローラーよりこっちの方がちょっと変形難しかったですね。で、高さが約20センチあって、オートボット JP93 とね、こう並べると大きさが全然違う。めちゃくちゃ迫力あって、いや、強そう。ね、さっきご紹介したマテルのダメージ T-Rex をね、はい、横に並べると、いや、高さね、こっちティラノコンレックスの方が高い。すっげえこれ。恐竜モードの時はダメージ T-Rex の方が大きかったから強そうでしたけど、いやこれロボにするとね、こっちの方が高さもあって強そうですね。足はね、後ろ足のパーツがね、使われてて、いや、これめっちゃかっこいい。長いね、足が。このね、長い足、足首稼働して、で、こう開けたりもできて、足首、膝もね、稼働するようになってますね。こんな感じで。で、足首も稼働します。で、ももの横にはですね、これ多分ね、武器だと思うんですよね。こう丸いのがあるんですけど、これなんか、弾が出そうな気がしますよね。なんかジェットブースターとかそんなやつではないと思うんですよね。で、胸パーツは赤色になってて、なんかダック角蓋みたいなのがあったりしてね、すごいなんか頑丈そうなね、これもボディになってますね。で、なんだろう、これ下顎かな、これ突起がニョキニョキと生えてて、すごいかっこいいね、アーマーになってますよね。で、腕は赤色になってて、これもね、こう丸くなってるんで、ここに武器をこう持たせたりなんかもね、できますね。で、左腕の方にはですね、この、T-Rex の尻尾の部分があって、なんかちょっとドリルっぽい感じになってて、いや、これでこうね、こう叩かれたら痛そうですよね。で、反対側の腕はですね、なんと、T-Rex の頭になってて、これ面白い。で、さっき見ました、これ口開けるとですね、口の奥にこの武器があって、ここから多分ね、こうなんかビームとか、わかんないけど何か弾がね、出たりするようになってるんでしょうね。さっきのブラスターガンよりも、なんか強そうですよね。はい。ただこう手はないんですよね。だからこうね、ブラスターを持たせたりは右手ではできないようですね。頭はね、黒色になってて、この目のところが、赤カラーになっててね、すごいかっこいい。で、これ首が、稼働するようになってますね。で、くるっと回して、後ろはこんな感じですね。翼的なものはないですかね。で、後ろ足のももの部分がここなんだけど、これ羽ではないよね。翼とか羽ではないと思いますね。うん、これはさすがにちょっと飛べなさそうですね。ごめんなさい、稼働するところなんですけど、この、腰のところね、ここが、稼働して、あと腕は、肩の部分から動かせて、で、肘の部分もこんな感じでね、稼働するようになってますね。ただ、この右腕はね、めっちゃ短いんですよ。もうほとんど T-Rex の頭になってて、そうこうやって動かせたり、あとくるっと回すことはできますね。こちらね、タカラトミーモール限定ジュラシックパークトランスフォーマーのコラボ商品ジュラシックパーク2パックを、開封ご紹介したんですけど、かなり前に予約した商品なんですけど、ついに手元に届きまして、開封することができたんですけど、かなりね、作り良くて塗装も綺麗かったですね。そう、変形前のモードもこう映画の中で登場してたね、車両と同じね、塗装とかにもなってて、いや、かっこよかったです。またロボもね、簡単に変形できるようになってたんで、そう、もっと難しいかなって思ってたんですけど、取扱説明書を見ながら組み立てたら、意外と間違ってるところもしかしたらあるかもしんないけど、意外と簡単にできました。はい、ということで、今回はこの辺でよろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。